この前昨日か、あのクレイジージャーニーでさ、西野、そうそう、あ、見た、もちろん西野がさ出ててさ、うん、俺ねあれ収録、まあ、もちろんちょっと前にして、うん、し見て西野が出てきて、もう西野だと思ってさ、うん、クレイジージャーニーが好きなんて一言も聞いたことないわけ俺。そっか、俺はね、うん、それ、うん、で、あ、西野何クレイジージャーニーとか好きなんだと思って、そしたらさコメントでさ、あのひまさんにはクレイジージャーニーの話したことはある、うん、なクレイジージャーニーの話をして設楽さんにしたことあるんですかって言ったらないです、うん、木村さんにはあるっつって、うんうんうん、言ってて、なんで設楽さんに言わないんですか、言わないんですかって言ったらさ、まだちょっと怖いみたいなコメントしたの。まあでもあれは俺の中では、そのなんつうのかな、西野ってなんか持ちギャグじゃないけど、よくコメントで怖いな怖いなとかって稲田淳二さんみたいな真似をするっていうくだりがあるから、俺その一個の、あのリップサービスというかね、まあボケ的なねみたいなもんだろう、で俺は解釈してんだけど、うん、待てよと、うん、本当にマジで怖いって思ってんだったら、うん、もう5年ぐらい番組やってんのに、うんうん、で、まあ、これ結構西野なんかはなんならちょっとこう喋ったりする方よ、うん、他のメンバーより、うんうんうん、でマジで怖いと思ってたら、うん、どうすりゃいいんだろうクレイジージャーニー好きなのもうその人がいるんだから、うん、そうそうそうねえね、怖いんだろうね。いや俺でもさ怖いって、まあ、うん、大倉とかが怖いっつのはまだわかるよ、うん、怖いところを見てるから、うん、俺乃木坂のメンバーに怖いとこなんて見せてないじゃん。怖いとこ見せてないっていうか、うん、もうそしたら単純に顔が怖いとか、聞いてみようか今度ね、何が怖いの、うん、西野が俺の怖い、何が怖いか、どこが怖くって、だってクレイジージャーニー好きでその人が出てたら、私クレイジージャーニー大好きなんですって言いたいじゃん、うん、西野なんてだってライブとかも来たことあるんだよ、うんだよ、バナナマン何が好きなんだろうって、それで怖いってなったら、うん、日村さんは怖くないんだから、うん、なんかだからどこかで俺優しく別に喋ってるつもりだし、もう5年ぐらいやってるから、なんならもう、うん、仲いいぐらいだよね普通に。そうそう、もう最初の頃だったらまだこう向こうも分からないから、こっちがちょっと強めに言ったのとかを、うん、あのあれ怒ってんのかなと思う可能性あるけど、うん、もうそういうのじゃなくて、うん、これは仕事上こうやって言ってんだとかって理解してると思うから、うん、これが本当にこうやって言ったらどこが怖いんだろうなと思うね。でも分かんないよ、うん、単純にふっとした時の顔とかが番組とかでさ、わかんないけど、そうやって喋ってる時とかそれは楽しそうに喋るし、笑ってくれるしとかあるとあれだけど、ふとなんか張ってみた時の顔が、ああ、その怖さは、その怖さがあったんで、それが結構怖えって思っちゃったら、逆にクレイジージャーニーのこととか言うのとかも良くないのかなって俺には言ったんだよな。でもさ、俺がさ、じゃあ例えばよ、もし仮にあのクレイジージャーニー好きで見てるんですって言われた時に、うん、その怖いと思ってる俺が出てくる可能性なんてゼロじゃん、うん、ゼロ、あ、見てくれてんのっていうぐらい、それが言ったら怖いから話しかけてないって、もし本当にそれを言ってたとしたら、うん、俺がクレイジージャーニー好きで見てるんですって言ったら、うん、あ何で見てんのとか言う怖さってこと。うん、それしたらもう俺絶望的だよ。やばいくない、そんな共演者でそういう人がいるとしたら、うん、なんかあったのかな、あの子、あの子が勝手に思うあれで、俺がだから怖かった、まだ収録の合間にね、俺がなんかじゃ西野がスタジオから楽屋に移動する階段かなんかこうトントントンって歩いてる時に、俺がスタジオのなんか隅とかの廊下とかわかんないけど、そこで倒れてる AD さんとかボコボコに顔面クチョクチョクチョみたいに殴ってるとこ見たとかだったら分かるよ。いや、それは分かるよ、うん、うん、そんなことしてないじゃない。だから日村さんと俺で2人がちょっとやっぱ先輩だし、喋りかけづらい雰囲気がまだあるんです、うん、だったら分かる。まずそれは1個あると思う。でもそこでほら2人では日村さんに話しかけられるけどってなると、俺が出るってなると、俺がデブってなると、丸みってのがあると思う。そのフォルム尖ってる、じゃあ、うん、例えばハサミとか
覚を開いた状態でこっち向いてたりする怖いっていうのと同じ、うん、それは俺あると思う。こっちハサミ、こっちもうじゃない、もうおはぎ、どっちが怖いですかっていうだけだったらハサミの方が怖いじゃないっていう形状のことは今納得した。だとしたらじゃあ俺はハサミみたいなのが置いてあるから怖いっていう怖さの認識だ。それは一つ要素としてあると思うけど。それはそうか。ただクレイジージャーニーのことを伝えるのになんでおはぎの方に言ったんだろう。おはぎ出てねえからクレイジージャーニーは。あ、でもそれは日村さんが出た回に言ったことがありますって言ってたから。うん、あ、そっかそっかそっか、うんうん。あ、だから俺に言ってくれたんだ。うんうん、でも本来はなんだよね。本来はハサミさんに言いたいから、うん、クレイジージャーニーのことは。そうだね。うん、目つきは悪いよね、俺。だからその鋭利さよ。あとそのちょっとなんかその奥見られてる感じだよ。うん、何なんだろうねその目つきって。本当にね、どの目の形じゃないやっぱ、うん、こうなるとこうぼーっとしてなんかこうなんだよっていう風に言われてるように思うと思う。ああ、俺そんな風にでも乃木坂にその目を俺したことないけどね。あ、だから普段はその挨拶の時とかないと思う。うん、あ、おはよう西野、おはようすだけど、うん、パッと見た時なんじゃない。そんな俺そんな顔してないよ。あ、そうか、わかんないけど、うん、俺ってかほらギョロ目だからさ、ギョロ目の人ってあんまりほらないじゃない。ギョロ目だなとかそっちの方の印象が残るだけで、おっかないの方にはなんないんじゃない。普段の日村さんそんなでもあれじゃないじゃん、なんかこのポポってしてないじゃん。割と目つきは悪いじゃんか、そんな、うんうん、自分でパッと見た時は思う。俺だって目つき悪いなって、うん、何が違うんだろうな。